名古屋 TT レースは1953年に中京地域で開催されたオートバイレースである。正式な大会名称は全日本選抜有料系オートバイ旅行賞パレード。名古屋 TT レースのコース名古屋タイムズ社の主催により1953年3月21日に開催されたイベントである。名古屋市をスタートして愛知、岐阜、三重の3県を回り、 再び、名古屋市に戻ってゴールするという約 230km のコースで争われ、当時のオートバイメーカー19社が出場した。国道1号をはじめとする行動を使った歴史としたレースイベントであり、当時の資料でも TT レースと記載されているが、大会名称はあくまでもパレードである。第二次大戦後の日本で比較的規模の大きなレースといえば、後日の玉川レースぐらいで、 それ以外は草レースがほとんどであった時期に開催された戦後初のビッグレースであった。第二次世界大戦後の1940年代後半から1950年代にかけて日本では中小のオートバイメーカーが乱立した。中でも名古屋市を中心とする中京地区には数多くのメーカーがあった。全国で180社以上と言われた1950年代のオートバイメーカーのうち 中京地区には80社近くが存在し、人口あたりのオートバイ普及台数は全国で最も高かった。一方、オートバイメーカーや販売業者の集まりである日本小型自動車工業会は、小型自動車の普及のために GHQ や政府に働きかけ、1949年に戦後初のレースイベントである玉川レースには130台のオートバイが出場し、 2万人以上の観客を集める成功を収めた。全日本オートバイ耐久ロードレース時代背景も、三章玉川レースの成功により、大小のメーカーが乱立する中で、自社のオートバイの性能をアピールするために、レースは有効な手段であると気づいた、オートバイ業界では、当時世界最大のレースイベントであった、万島 TT レースのような本格的なレースが、 開催できないかという模索が始まった。当初企画した首都圏での開催が様々な事情によって不可能となった後、最もオートバイ産業が盛んであった中京地域でのレース開催が検討された。そして戦前のオートバイレースで活躍し、中部日本小型自動車選手協会常任顧問を務めていた平田智恵が発起人となって関係機関に働きかけた結果、 名古屋タイムズ社の主催によるイベント開催が決定した。平田は大会記録委員長として携わり、通産省と運輸省が講演、通産大臣が大会名誉会長とされた。ただし行動上でスピードを競うレースを行うことは許可できないという警察からの指導によって公然とレースを名乗ることができず、大会名称は全日本選抜有料系オートバイル交渉パレード。 とされた。旅行賞とは、手本とされた、万島 TT レースの TT を直訳したものである。ただし、本来は、ツーリストトロフィーの、ツーリストは単に、旅行者ではなく、長い道のりを乗り越えた、スポーツ選手といった意味合いである。日本製オートバイの耐久性向上を目的とし、部品類はすべて日本製を使用することが、参加条件であった。バイクメーカー単位の参加で、 参加資格は 150cc 以下、1チーム3台までとされた。排気量と日本製であること以外には特に制限はなかったが、当時のオートバイメーカーには新たにレース専用マシンを製作するような余裕はなく、ほとんどは市販のマシンそのままか、市販マシンに改良を加えたものでの参加だった。また、前後ブレーキとホーンを必ず取り付けることという、オートバイ黎明期ならではのルールもあった。 個人1位の選手には10万円の賞金が与えられた。一方、1社につき5万円の参加料が必要で、レース使用マシンの製作費や遠征費用などを合計すると1社が3台を参加させるためには100万円程度の経費が必要となった。一流企業における大卒初任給が1万円前後という時代であり、小規模メーカーの中にはこの費用を捻出できずに出場を断念したところもある。 最終的にエントリーしたのは、出走順に以下の19車57台である。ほとんどの車両は、当時のオートバイの主流である4サイクル短気等、オフエンジンだったが、長本発動機研究所のライフ号は、当時すでに旧式となりつつあった、サイドバルブ型。一方で、昭和製作所の昭和号は最先端の OHC 型であった。また、 当時の小規模メーカーはエンジンを含めた車製の部品を組み立てて製品とするアッセンブリメーカーであったため、異なるメーカーの車種であっても同じエンジンを搭載しているというケースも見られた。ちなみに、名古屋 TT レースの出場メーカーで現在までオートバイメーカーとして存在しているのは、この時点ですでにドリームゴーなどのヒット作を送り出し、レース前の人気投票でも1位となったホンダだけである。 ヤマハがオートバイの製造を開始するのは2年後の1955年であり、鈴木はこの時点ではまだ自転車に取り付けるエンジンの製造を行っていたに過ぎない。一方、出場ライダーでは、大正時代のレースにも出場経験のある、竹の内健一が61歳で出場者中、最年長。最年少は、山下工作所の創業者の息子で、 パール号に乗る12歳の山下小助で、当然運転免許は所有していなかったが、大会の出走選手資格の中には、年齢未満のもので、大会実行委員会の承認を得たものとあった。ゴールとなった、中村公園の大鳥居名古屋市の山崎川に架かる小族大橋をスタートし、国道1号を岡崎市まで東に進んで北に進路を変え、転もし、 瀬戸市を通過して、岐阜県に入り、田島市、岐阜市、大垣市と進んで南下、三重県の桑名市で、再び国道1号に入って、東に進み、名古屋市に戻って、中村公園の大鳥居がゴールとなる。全長は、約233キロメートル。岡崎市役所前など10カ所に、チェックポイントが設けられていた。国道一号をはじめとする、幹線道路が舞台であったが、当時は、 ほとんどが舗装されていないダートコースである。警察からの指導により、制限速度を逸脱することは認められず、名古屋市内では、制限速度が時速3 5トル以下、同様に、関市内は時速2 0トル以下、岐阜市内では時速3 0トル以下、大垣市内は時速2 5トル以下とされた。しかしながら優勝者のタイムから逆算すると、 平均速度は約時速5 0トル以上となり、この制限速度が守られていたとは考えにくい。レースのスタート順は抽選によって決定され、特に公式の予選や練習走行などは行われなかったが、地元のメーカーは大会の半年前から練習を繰り返していた。練習では土井産業のフライバード号に乗る水谷文優が3時間45分という、 驚異的なタイムを出す一方、橋から川への転落やトラックとの衝突によって命を落とした選手も数名いた。レース2日前の3月19日にはレースに出場する57台が名古屋市内をパレードし、20日から22日までは金山大区間で300台の軽オートバイの展示即売会が行われた。そして、レース当日である3月21日、 スタート地点にほど近い厚田ジングルで安全祈願の参拝の後、午前9時に各チーム3台ずつ2分間隔でスタートするインターバル方式でレースがスタートした。エントリーした57台のうちエンジントラブルによりスタートできないオートバイが2台あったため、実際にスタートしたのは55台であった。前期の通り国道といえど、当時はほとんどが舗装されていないダートコースであったため、 まだ熟成途上にあった日本製オートバイにとっては過酷な条件のレースとなり、リタイアしたマシンの原因はフレームやフロントフォークの接損、ブレーキ破損、クランクシャフトやバルブのトラブル、燃料漏れなど多岐にわたった。また乾燥したマシンにもレース中のパンクやチェーン切断などのトラブルが頻発し、最後尾の選手がゴールしたのは午後6時であった。 最終的に57代中間層は42代。3代の合計タイムで争う。チーム賞は3代が、それぞれ2位、4位、18位と上位に食い込んだホンダが、獲得し、昭和号の金子信幸が、個人優勝を飾った。4時間を超えるレースで、金子と2位のホンダの徳永康夫のタイム差はわずか18秒であった。金子は、勝因としてこのコースを走るのは、 レース当日が初めてであったために慎重に走ったことを挙げている。対して練習で驚異的なタイムを出していたフライバード号の水谷はフレームの破損によりリタイアとなった。最年少の山下は29位、最年長の竹之内は37位であった。翌年以降、幹線道路を使ったレースイベントに対して警察から許可が下りることはなく、 名古屋 TT レースはこの年限りで二度と開催されることはなかった。しかし、名古屋 TT レースと同じ1953年の7月には、富士宮市の登山道を封鎖して、富士登山レースが開催されて成功を収め、これらがきっかけとなって、日本製オートバイの技術向上にはレースが有効な手段であることが認知され、 やがて2年後の第1回全日本オートバイ耐久ロードレース、通称、浅間高原レースにつながっていった。1957年に、浅間高原自動車テストコースが完成した以後は、レースの舞台は、サーキットや飛行場跡などの閉鎖されたコースに移り、名古屋 TT レースのような行動レースが行われる、ことはなくなっていった。1962年には、 三重県鈴鹿市に鈴鹿サーキットが完成し、中京地区におけるモータースポーツの中心地となった。一方、一時は80社近くを数えた中京地区のオートバイメーカーであったが、その大半は月産20から30代にもならない小規模メーカーであり、ホンダをはじめとする他地区からの大規模メーカーの構成によって苦戦を強いられていたところへ、 朝鮮戦争の終結による特殊の急減が追い打ちをかけ、1954年以後、こうした小規模メーカーから倒産が相次いだ。そして1959年に中京地区を襲った伊勢湾台風によって名古屋市南部に集中していたオートバイメーカーや関連部品の工場の多くが水没し、大規模メーカーとの競争で体力を失っていた。 メーカーにはこの被害から再生するだけの力はなく、倒産、廃業が続出した。さらに、軽3輪車や軽4輪車が普及し始めたこともオートバイからの顧客離れに拍車をかけ、片山産業や伊東機関工業といった、伊勢湾台風から生き残った、わずかなメーカーもオートバイの生産から手を引き、1962年には、名古屋から、オートバイメーカーは消えることになった。 ありがとうございます。